とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれを使っていこうと思います。誕生と終焉、少し前の動画で使ったんですけども、ちょっとね、使い切れなかったんだよね。で、コメントもらって、この装備には重力が重要だっていうことを教えてもらいました。で、エンチャントを見直してみると、重力が入ってました。なので、ちょっと使っていこうと思います。この前は、追い打ち、こっちは旋風で、で、こっちを衝撃波にしてたんだよね。これを重力に変えてみたらどうだろうか。使えるようになるんでしょうかね。まあ、とりあえず、この追い打ち重力旋風とリフレッシュ。これで使っていこうと思います。で、防具も、防御特化じゃなくって、攻撃特化でいきます。輝くローブ。ダメージの 30% アップのポーションバリアとヘルスシナジーだね。これでやっていきます。どうだろうか？それでは季節チャレンジいきますね。このやっぱね、デイリーとかで魂4倍、5倍とかそういうのがあるんで、その倍率がね、うまいことかかるやつが欲しいんだよね。まあ夜だろうね。一番いいのは。夜の棒のいいやつが欲しいんですけども、なかなか出ないよね。クリーパー多くない？ああ、クリーパーに置き換わるんかい。おかしいと思った。オッケー、ちょっと待って。この牛たちを倒して、回復していこう。あ、でも重力はほんと重要だな。すごく重要。よし。なんかいける気がすると、今回は。重力あると、全然戦いやすいね。前は、ちょっと敵がね、離れていって戦いにくかったんだけども、あ、やっぱり、重要だわ。重力があるともう全然強い。むちゃくちゃ吸い込んで、この効果力を巻き込んでいけるんで、あ、なるほどね。この装備に一番重要なの、重力だわ。これ間違いない。重力むちゃくちゃ強いじゃん。あ、これは面白い。ちょっと待って、ここの敵がワンスとか出るところも多分余裕でしょう。これはいい。全く問題ない。重力いいね。いいぞ、いいぞ。しゃあ。全然物ともしない。あー、ちょっと待って。ラグらないで。ちょっと待って。OK。ちょっと待って。まずこれ取りたい。取らせて。脅威ですね、まずは。OK。で、こっちも取らせてください。お、いた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 。神秘、なんだ。あ？モブ速度 20% は全然余裕なやつだね。この先には敵はいないから、このまんま行きます。いた！やっぱダメージは痛えな。軽減がついてないから。軽減なしはやっぱダメージが痛い。でもその分、攻撃力がゴリゴリあるんで、回復するね。大丈夫。大丈夫。吸血1を、信じよう。いける。でも本当この重力入れただけでここまで変わるとは思わなかったね。劇的に変わってるもん、強さが。ちょっと待ってよ。キャプテンを一応探しながら行きますけども、いるかどうかは分かんない。ちょっと待って。エンチャントの敵はしっかりとドラを使ってダメージを与えていく。あ、ダメだな。このところには多分いないや。先に進みます。今回この普通の矢装備っていうのでもちょっと楽なところはあるよね。普通じゃなかったらちょっとはきついか。いや、そんな変わんないか。そこまで変わらんか。よっしゃあ、
この先にいてくれるかな。ちょっと微妙かもしれないな。キャプテンいますか。ここは、ああはいはいはい、どんな場所か大体分かった。ここってキャプテンがちょっと少なめだ。でもここにいるかもしれない。ここの右左端っこにいる可能性はある。やっぱ勇者じゃないからポーションバリアの回転数はちょっと遅いけど、もう全然いけるか。うん、全然いける。えい、全然余裕だね。あー固まるな。最近本当に固まる。しっかりとドラを入れつつやっていかなきゃいけない。この戦い方がね、ちょっと従来の感じとは違うんで、まだ慣れてないんだけども、いけ重力吸い込むね。いいね、いいよ。うん、遠距離系に重力っていうのもすごい戦いやすくて好きなんだけども、この近距離、もうリーチが短いやつの重力っていうのもいいね。すっごい。あれキャプテンいないか。あ、いないかもしんない。オッケー、もう矢は使い放題だね。このまま行きまーす。いいよ。これドラの回転力をもうちょっと上げたいから、クールダウン2とかだったらもっといいだろうね。クールダウン2だったらば、もう少しうまいこと立ち回れるかな。しゃ、うん、オッケー。そうだね、クールダウン2だったらばもうちょっとドラが発動しそう。ドラの発動が若干遅いから火力ができてない。うん、よし、もうこの先は多分キャプテンいないんだよな。あれ、よし、あれ開いた、開いたね。ああ、オッケー。でここ開けてしまえばもうあとはゴール間近ですね。クリアしちゃいましょう。あとね、ヴァンガードが出てきたらこれ弱いかもしれない。あいつのリーチにはちょっと負けちゃうんだよね。なんでヴァンガードは天敵か。うん、まあまあリーチの短いやつは基本的にそうなんだろうけどね。リーチ短いやつに対してヴァンガードは天敵。おい、逃げるな。あっぶねー。はい、もう少し。なんかもうちょっとキャプテンいてくれてね、エンチャント面白いのがついてくれればいいんだけど、もう多分いないんだよな。あーあああ、まあダメージ食らったとしてもシナジーで回復するし大丈夫でしょう。おい、いそういそういそう。やば、ここは死ぬ。ちょっと待って、おお落ちちゃった。ここは死にそう。ちょっと待ってよ、トゲかい。あ、でもうまいこと凍る。今のはあれだな、普通でなんとかなった。よっしゃ、はい、神秘ナイス。なんだ、モブ HP 190%、いいよ。あドラがうまいこと入ってなかった。 OK、 いきます。いるかな、この先。この先にまだいてくれれば嬉しいけど。そうかそうか、 HP も敵のやつがゴリゴリ上がって、やばだよね、これは。やばい、よし、いける。じゃあ勝っ
てぇ。いたいたいた。よし。硬すぎる。ちょっと待って。硬い硬い硬い。いけ。勝ってぇ。いや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 、違う違う。俺の戦い方がまだ下手なんだ、これ。下手だから、倒しきれないんだよ。いや、上手だったら絶対今の死なないもんね。脅威に、22か。もう少しいてくれればいいけど。どうだ？あ、やばい。やっべ。190% アップのやつはちょっと倒しきれんかな。やばいやばい。よっしゃ。これヘルスシナジーはね、このうまいこと逃げて回復ができるんで、それはいいよね。すごく使いやすい。はい、じゃあボス、ボスじゃないな、いきまーす。これ矢が結構持ってるから。あ、なるほどね。うわ、ちょっと勝って鬼のような形だ。でしかも大電ついとったっしょ、今の大電までついて。ちょっと、いや、ドラドラドラ。よし、倒した。まだ出るっしょ。ボス的なやつはここ出ないからね、そこは安心。ちょっと待って、レイ、お前やめろ、エンチャントするの。いやいや、しっかりドラが入ったのを見極めてから攻撃していかないとね。よし、お前まだおるんやろ。おう、痛えな、本当に痛いな。ちょっと待って、逃げるなって。戦いにくい。はい、まあ、とりあえずクリアですね。今日はこれ、誕生都市弁使ってみました。前回も使ったんですけども、エンチャントを旋風衝撃波追い打ちリフレッシュにしてました。これに重力を入れたところ、劇的に強くなった。やっぱり、この誕生と終焉、一番欲しいエンチャントは、重力。いや、リフレッシュだな。リフレッシュ。で、その次に、同じぐらい重要なのが、重力。みたいだね。理想としては何なんだろう。リフレッシュ、重力、追い打ち、アーティファクトシナジーかな。アーティファクトシナジーか、アンチャンティング、そのあたりで、いいのかもしれませんね。はい。ということで、まだね、これは、厳選していきます。頑張っていきます。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。